闇の炎に抱かれてしまう。はい、どうも、最近美容室の電話で予約して、毎回その時間帯に寝落ちして、ドタキャンをぶちかます男、カイトでーす。そろそろ自分のお気に入りの美容室ができんとかになりそうで怖いですが、なぜかギリギリになって睡魔という呪いが僕に襲いかかってくるんですよね。僕もそれに対抗して目を覚ますためにベッドに寝転んでそっと目を閉じるんですが、ついつい寝てしまうんですよね。誰かその時間になったら鬼伝が全力でビンタしてくれる、橋本環奈さん募集してます。てことで今回、殿堂入りボケてにツッコミしてみた第6弾です。少しでもいいなと感じたら、高評価もいつものごとくよろしくお願いいたします。ボケでシリーズは最近いろんなツッコミ YouTuber がやっておりますけども、昔流行りと波に乗ることはいいってサーフィン好きな先生が言ってました。まあ、編集の努力量では誰よりも頑張っているつもりなので、温かい目で見守ってくれると嬉しいです。それではどうぞ。お葬式でしてはいけないマナー、大笑い、お焼香を背後と、えい、いやもうこの2つの線ってなかなかデンジャラス。デンジャラスシリーズは出ていいレベル。サプライズで本人登場。お主生きてたんかーい。マナーというかただの不謹慎ドッキリ。誰も葬式出なくなるわ。パパのおばあちゃんなんだ。93歳、久しぶりに田舎から出てきたの。ねえねえおばあちゃん、嘘をついた人間はどうなるんだっけ。大まかに言えば詐欺罪じゃが、内容によっては威力業務妨害や名誉毀損、さらには公文書偽造等で懲役刑もあり得るんじゃ。おばあちゃんが無駄に戻し、びっくりするくらいのその法律の知識量どこで得てきてんだよ。個人的にワタップジョルの思い出したわ。まだ修理の人来ないのか。もう3時間だぞ。店長、マイケルまだ行けるそうです。マイケルの対処の仕方が癖ありすぎ。どんなドリンクバーの止め方してんだよ。もっとマシな対処法いくつでもあったよね。この夏皆さんにやってほしいこと。元気のないデブを見たら唐揚げにマヨネーズをかけよう。デブの変化。デブが誰でも唐揚げマヨネーズ好きだとは思わないよ。元気の出させ方が謎すぎて一瞬待ってよくわからない。松山、どうした、こんなに夜遅く。そういうお前こそお互い考えてることは同じだ。宿舎がわからん。最初から迷子って言えよ。何ちょっと二人ともカッコつけてんだよ。てかスマホはどうした。学級閉鎖にも反抗するんだなお前は。反抗の仕方が真面目。学級閉鎖の時はさすがに帰れよ。どこで反抗しようとしてんだ。宿題を集めます。しまった、忘れてきた。やらなかったんだろ。やったけど忘れてきたんですよ。はーい、嘘でーす。先生、宿題なんか出してません。いや、シンプルにうざすぎる。生徒全員巻き込んでの盛大なドッキリはちょっとかわいそう。飽きりすぎてのび太くん思考停止しちゃってるもん。こんなに楽しい食事は初めてだ。前のカップルが別れ話してる。お前、性格最低かよ。どんな独特な体験しながら楽しい食事してんだよ。いや、まあ、鬼殺体験リア充撲滅隊隊長の僕として嬉しいニュースな限りではありますね。あの、美女は一体いつやってくるのでしょうか。私は無事と伝えて。私は無事です。伝え方がそのまま。アンパンマンの無事みたいに伝わっちゃうだろうが。少女の名前を前につけて話して。僕結構生放送見たりするんですけど、最近すごく思うのは主語つけてコメントしないやつが多いから、相手に何言ってるか伝わらない場合があるんですね。まあだから主語述語つけて話すのも大事だっていう、国語通信用平均3の男からのアドバイスでした。愛？愛って何ですか？僕は初めて聞いた。もしお友達や好きな人が死んだら悲しいでしょ？別に。そこ悲しいって言うところ？マジリスサイコパスマンか？教える側のお姉さん、この後どうしようって顔になっとるかな？割とマジトーンで波乗りを要求してくる。サトシ、それは無理ある。炎タイプの人影はどう頑張っても覚えないから。陰キャの大学生はクラブでパリピに混ざって一緒にヘッドスピンするくらい無理。こんにちは、不審者です。この学校に侵入するのは初めてなので緊張していますが、皆さんどうぞお手柔らかに。堂々とみんなの前でスピーチすることではない。自分の立場理解していらっしゃる？怪しい目でしか見れないわ。なるほど、そういうわけか。かわいそうだよな。せっかく生まれてきたのに住むところがないなんて。人間って自分勝手すぎるわよ。そうだ、人間が悪い。人間狩りじゃー。なんでその結論にたどり着いた？0か100のどちらかでしか考えられないタイプか。しかも言ってる本人が人間サイド。私は当に人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるなら本望。献血にやべえの来た。意気込みがバカでかい。別に献血においては兵士じゃなくても大丈夫ですよ。あと命も果てないんで、いろいろ勝手に誤解なさらないでください。今から10回やるから見ててね。かしこまりました。おう、かしこまってないじゃん。平気で見捨てて行くなよ。この後ヤバいことになる予感しかしない。見かけで人を判断するな。すぐに切れそうな人と言われた。見た目通りすぐ切れてる。超特大ブーメランすぎるね。あなた二度とその言葉使わないでほしい。朝の手順、トイレに行って制服に着替え、脱いだ服を畳んでしまえ、朝ごはんを食べる、薬を飲め、ゴミを捨て、ご飯を温めて、歯磨きをする、眼鏡をかけ、帽子を被れ、忘れ物を取って、トイレを出る。まだトイレ出てなかったんかい。まさかのトイレで全部どっちの作業やってたわ。第一ステップですぐにトイレから出なさい。もう魚が話しかけてくる。カ
買うって言ったじゃん、買うって言ったじゃん。調理するときは一番気まずい。魚の声が恨みの塊で死ぬいって。料理人にとってその能力何のメリットもない。ウィリアスキャリア、エアコンを発明し他人にありがとうと言った。ただの一般人。そこはエアコン作った人を紹介しろよ。何がすごいのこれ。起きろ。自ら後ろに飛んで衝撃を緩和したはずだ。ダメージはないんだろ。俺を引いた運転手がとんでもないことを言い出した。運転手が謎の上から目線。こんなバトル漫画思考なんだよ。先にまず謝ってください。ねえ、苦しい？どのくらい苦しい？彼氏がいないのとどっちが苦しい？とスタートからずっと並走しながら聞いてくれ。精神的にじわじわ追い詰めてくるタイプ。スタートから鬱陶しいな。そしてこいつも一緒に並走してくるって何者だよ。カカシ、今日のご飯はカレーです。作っといてね、母より。お前が作るんじゃないんかい。ご飯で自分がカレー食べたいだけじゃん。カカシがただのパシリ要員。バカ野郎、真っ昼間だぞ。先生、これから写生大会を行います。勘違いしてる。後で自分だけめっちゃ恥ずかしくなって死にたくなるやつ。まあ、こういう黒歴史って誰にでも学生の間に一つや二つはあるよね。前のやつが家業はって質問に、かきくけこって答えた。だから勘違いしてる。54つの家業となんていう意味じゃないわ。妻がイケメンにナンパされていたので、化粧を落としてイケメンに現実を見せる。ナンパの邪魔の仕方がテクニカル。よく思いついたな、その方法。もう妻が迷惑でしかない。なんだ？助けて。あ、子供が溺れてる。俺も気をつけよう。助けなさいよ。気をつけることは大事だけど今じゃない。くそ。なんで面転中に戦争起きるんだよ。どんな移動手段で移動してんだよ。それ動きやすいの？一輪車よりも歩行手段の方が絶対エイム率上がるでしょ。愛と勇気が付き合ってた。まさかのボッチパンマン。ねえねえねえ、アンパンマン。唯一の友達に裏切れた気持ち、今どんな気持ち、どんな気持ち。ああ。今日も白アンパンがうまい。あ、すいません、許してください。本当調子乗りました。マジすいません。弁護士、それでは亡くなられたおじい様のご遺言を開封いたします。おじい様からの遺言が意味不明。なぜその猫のイラストを残した。見た瞬間そこ燃やすわ。例えば君が傷ついてくじけそうになった時は必ず僕が関わっている。全ての原因お前かいな。そこは謝ってもらっていいですか。綺麗な母さん、俺の名前はたわしじゃなくてたけしだよ。と言いつつも自分の名前がボブだったことに気づき爆笑するマイケル。いろいろと紛らわしいわ。マイケル、どんだけ自分の名前間違えてんだよ。ちゃっかりさんのレベル超えてる。あなた方には我が国の上に苦しむ人々の気持ちなんてわからないでしょうね。お前が言うと説得力がない。あなたの体型的にはめちゃくちゃ生活豊かそうなんですけど、もうちょっとそのメッセージ伝えるのに説得力ある人他にいたでしょ。すいません、そろそろ帰らせてください。はい、もう食べられないんで、ほんと帰らせてください。はーい、はい、ラーメン追加で。はは、またやってしまった。いや、人の話聞く気ないじゃん。隣の知り合い鬼畜プレイさせすぎだろ。ここのラーメン屋生き地獄か。服脱いじゃおうか。一方その頃、校長は食卓のブロッコリーを嫌がっていた。校長の悩みがとんでもなく平和。一方その頃の追加情報いらなすぎるわ。勝手に代わりにカリフラワーでも食べてて。決まった。キーパーもろとも弾き飛ばすものすごいシュート。キーパーの森崎くんはベンチで食中毒だ。試合関係ないアナウンスをするな。場面的にシュートの実況を旋回。ベンチの話はどうでもいいわ。今回の帰れま10がやばい。いや、もうただの危険行為。
最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。